わかった。お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか？ダメだ。俺、兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか？だから兄貴の立ちさばき、惚れ惚れしました。こうズバッズバッズババって俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。